J2 ロアッソ熊本はホーム開幕戦を白星で飾れず、2戦未勝利、1分け1敗となった。前半から相手のロングボールを使う縦に速いプレーに苦戦。球際の競り負けが目立つなどリズムをつかめないまま後半8分、右クロスを頭で合わされて先制された。試合後、大木武監督、61は、終始秋田ペースだった展開に触れ、力不足。自分たちのペースにならなかった、と険しかった。この日の課題については、簡単に点を取られてしまうとこ、と反省。次節へは、点を取ることです、と話し、シュートわずか5本からの決定力向上を誓った。後半に FW3 人を入れ替えたが、流れを変えられなかった。